青い服の婦人真珠の女ナポリの浜の思い出、ジャンバティスト・カミー・ユコローは、19世紀のフランスの画家。19世紀の4分の3を行き、バルビゾン派の7世の一人。次世代の印象派との橋渡しをした画家である。史上溢れる森や湖の風景画で知られるが、真珠の女のような人物画にも傑作がある。1825年から計3度イタリアへ旅行し、 イタリア絵画の明るい光と色彩にも影響を受けている。理想化された風景でなく、イタリアやフランス各地のありふれた風景を史上豊かに描き出す手法は、後の印象派の画家たちにも影響を与えた。1796年、現在のパリナ区バック通りの裕福な織物商人の子として生まれる。学生時代はルーアン及びポワシーの寄宿学校で学んだ。 コローは画家になることを反対していた父親に従い、一旦は商人としての修行をするが、1822年26歳の時、ようやく父の許しを得て画家を志し、当時のアカデミックな風景画家アシールエートのミシャロンやジャン・ビクト・ールベルタンに支持する。当時としては画家を志すには遅いスタートであった。前年の1821年に、 コロウの妹が死去しており、コロウの両親はこの妹のために用意していた持参金を神ーユのために使うことを許したのである。最初の死、ミシャロンはコロウと同年生まれの若手風景画家であったが、コロウが死死してから数ヶ月後、26歳で死去した。死を失ったコロウは、ミシャロンの死であったベルタンに死持することになった。ベルタンは大きな画塾を構え、 当時のフランス風景画の第一人者であった。コローは生涯に3度イタリア旅行をしている。1回目の旅行は最も長く1825年9月から1828年秋に、およびローマとその近郊を中心にベネツィアなどにも滞在している。この時、古外で制作した修作風景画には色彩感覚や構図法などに、 近代的感覚を見せるものが多く、後の印象派などの世代の画家に影響を与えている。コローは、その後1834年と1843年にも、それぞれ半年ほどイタリアに滞在した。またコローは、晩年に至るまで、フランス各地を精力的に旅行し、各地の風景をキャンバスに留めている。特に、パリの西の郊外にある、ビルダブには、 父の購入した別荘があったことから頻繁に滞在している。また、フォンテーヌ・ブローの森においても1820年代から制作を行っていた。サロンには、イタリア滞在中の1827年に、ナルニの橋などを出品して、以来、晩年まで、精力的に出品し、1848年には、コロー自身がサロンの審査員に任命された。 1855年にはパリ万国博覧会に6点の作品を出品し、グランプリを得ている。晩年は公家として認められるようになり、死の直前までフランス各地への旅行と制作を続けた。1875年2月22日、病のため没した。生涯未婚であった。コロウの風景画は神話や歴史物語の背景としての風景ではなく、 イタリアやフランス各地のありふれた風景を描いたものが多い。特に1回目のイタリア滞在の際に制作した風景収作にはその光の明るさ、大胆なタッチなどに近代性を見せるものが多い。春から夏に戸外で制作を開始し、それを秋から冬にかけてアトリエで仕上げるのがコローの風景画制作の基本であった。後半生には画面全体が 銀灰色の模様に包まれたような独特の色調の風景画を描いた。こうした風景画は明確な主題のある歴史画とも現実の風景をそのまま再現した風景画とも異なるもので現実の風景の写生を土台にしつつ想像上の人物を配した叙情的風景画である。コローはこうした風景画のいくつかに思い出というタイトルを与えている。人物画は 親戚、友人など、親しい人々の肖像画と、モデルに、民族衣装などを着せて描いた空想的人物像に分かれる。著名人の肖像画はほとんど残していない。コローの作品は、モダニズムを先取りしたものとして、後世の美術家に、多大な影響を与えた。コローの影響を受けた画家としては、印象派、ポスト印象派のピサロ、モネ、セザンヌ、フォービズムのマーティス、 ドラン、キュビスムのピカソ、ブラック、グリスなどが挙げられる。ピサロは1855年のパリ万国博覧会でコローの作品を見ており、ピカソは何点かのコロー作品を収集していた。1909年にサロンドートンヌで開かれたコローの人物画の特別展示はピカソらに影響を与えたことが指摘されている。ヨーロッパ以外では日本でもコローは早くから紹介され、 浅いただしら影響を受けた画家が多い。コローは、ミレイや、テオドール・ルソーなどの画家と信仰があり、バルビゾンで作品を描くことも多かったので、バルビゾン派の一人に数えられている。また、晩年にはドーミエなどの貧しい画家に援助を与えていた、ことでも知られ、多くの画家から慕われていた。モルト・フォンテーヌの思い出1864、ルーブル美術館像。ありがとうございます。